これ長すぎるやろこれ。なんでこれ上からボクボクがあったらどんな感じですか。今ちょっと荷台のこれ足場の濡らしてます。はい、今日はね、佐野さんにまた来させていただきましたけど、1週間遅れで来たそうです私。なんか勘違いして、またいつもですわ。なんかツイッターの見方がわからないですね。昨日おとついにおるような感じのツイッターなんで、どこに行ってんのか知らんけど、遅れてるの1週間遅れでちょっと少なくなっちゃったみたいです。すみません。これは何ですかね。これは BB ブルーベースね。ブルーベースすごいな。ブルーベースこれ。これがブルーベース。もう全部巻いてるもんな、これもね。すごい。ブルーベースで BB ですね。いいっすね。ツイッター見たらね、なんか昨日おとついにどっか海外に行ってるような感じがして。2週間前の、なんかもうリアルタイムに見えてもうどうしようもないよ俺。作戦やね。九州いてんのかまたここにおるしね。内田店長もおかしいよな、移動が早すぎるわ。みんなさっと帰ってくんだよね、さっと。すごいな。ここら値段はどこに書いてるんですか。それは昨日届け上がったところから書いてないです。書いてないですね。またブログ、ブルーベースが15万ね、これ15万。またブログに書いてるんかな。ブログやらオンラインショップやらね。このブルーベースが15万円ですか。はい、15万円です。皆さん15万円。そうですね、もうそろそろ夏のボーナスでよろしくお願いします。でこっちはレジアンスゴールド。これはレジアンスゴールドね。これも1週間入って、はい、全部1週間やね、これもね。入ってね。そう、これやん、これいつか欲しいなっていうやつ、ほんまに。化石金流のもう王者やろな、これほんま。これのね、前も言ったけど、大人見たけどもすごかった、ほんまに。これはやばいね、金の延べ棒。うわすげえな。また生まれてきたんだね君は。ね、いい個体やなこれほんま。顔もカッチコチカッチョいいねん、俺この形が大好き。これは RG6464 ですね。また行きましょうか。頭ヘッド取らせてもらいましょうか。ヘッド俺の頭に映してた方が入るじゃん。頭光っちゃってるの TV やから、ね、行きましょうか。いいですか、はい、さあこれやほらいつもの映像。わあやっぱりすげえよ。上からブクブクがあってもこんな感じです。今ちょっと荷台のこれ、ね、足場の乗らせてもらってますが、三脚脚立に。おお、化石金流は上から見るもんです。昔俺が飼ってた化石金流上から見ても何ともなかったけど光ってなかったけど、すごいな。泡で見える。いや見えてます見えてます、めっちゃ映ってます。これやねんな、レジャンスゴールドも、ね、素晴らしいと思う。もう全部巻いてますって。こっちの隣も行きましょうか。隣もね、これ隣がやつです。ガテリガテリ、どこ行った。これ、おお、ピカピカって今。上からですからね、皆さん、上からこう。こういう化石金流は上からも横からも楽しめるからね。うわ、最強やん、これ。ありがとうございます。で、次はこっちやね。これね。これもレジャンズゴールドね。レジャンズゴールド。おお。
おごめんなさい、はい、ドンって打ちしまう、失礼しました、膝ついたらドンって打って、おお顔、やなこれ、うわすげえな、ここらはいくらなんですか、これは19万8000円、あ19万8000円なんですね、根っこがすごいな、うーん、え何ですかこれ植物の、あ、お前や、え育ちすぎてもわけわからないです、あ、これここに入れてるんですか、フィルターに差し込んだら出てきたの、根っこが出てきた、いい感じじゃないですかお前や、すげえ根っこ出てる、これ新しいな、これ伸びてしゃあないです面白い、これこんなことできんの、これどうなってんの、これすげえ、これ伸びすぎてもう、うわ巻いとんす、何これすげえ、これ面白いほんまや、あっこのろ過層のこっから伸びてるってことですか、そうすげえ、これ何これ、面白い、ほなこれ切ってまた持てたの、これなんか切ったらいけるね、え繁殖するよね、これかな、あそれをまたね、で猫で、あ、ほんまや販売しましょうかすげえ、これ面白いな、フィルターに入れたらね、面白いね、すっごいことになってるん、これマジで面白え、どうなってる、乗ってるの、いや、最初刺しとっただけだけど、伸びすぎて抜けへんなって、ほんまや、生えてるこれ音ね、静かになるけど、いいじゃない新しいね、これはい、いや、面白かった今、でも薬入れられる、ああ、そうか、いや、生きてるでしょ生きてるんですか、はい、強いでしょ、こんなん薬ぐらい負けないでしょ、こんなここにもなんか生えかけてますけど、ちゃうかな、これ多分根っこが取れてますここから生えてくるんだすげえ面白い、すごいかっこよかった、ありがとうございます、ここはこんなもんかな、ここはこんなもんで、お出汁ももらいました、やったこれ面白いな子供たちと遊ぼう、これ絶対実験になるわ、子供ら絶対好きや、これありがとうございます、はい、これも持って帰ります、なんか上、ここなんやこれ、これなんすか、これはわからんす、なんやろな、これなんか繁殖やな、あかんやつやなそうそう、これ前のやつね、いやめちゃくちゃ綺麗ですけどね、これすごい24万8000円、すごいな、もうそろそろね、またすごい、一宅訪問があるんで、皆さんね、お楽しみください、今月の末ぐらいには行けると思いますんで、アロワナ御殿に行ってきますんでね、多分ここの魚を見てると思います、はい、多分というかほぼそうやと思います行ってきます、すごいですね、こういう魚がね、もううじゃうじゃいてるところに行ってきますんでね、お楽しみください皆さんね、今月の来月にはアップします、すごい、これはええわ、55万円ですね、55万円、これ前のやつなんで、はい、ちょっと下行ってきましょう、これ長すぎるやろこれなんでこれ、上部フィルターからこんだけ出てきてますよ皆さん、これ繋がっとるからね、これ何これ、面白、今日面白い映像撮れましたね、これすごい、これもう芋でも生えてほしいですね、これ、これあれです、ムキミラリーフ、何これ、要はあのブラックウォーター作るやつあるでしょ、はいはいはい、あれのあ、これ葉っぱです、これがそうです、これが落ちて現地やとマレーシアとかだったらもうすっごい気になるんですよ、あ、そうなんですか、で、それが落ち葉なんで、はい、あ、これがブラックウォーターのやつ、日本で売ってるんですよ、あ、なるほどあ、これなんですか、うちやともう永遠とこれできる、すごいなこれ、面白、売ってますねこれね、葉っぱに入って、そうそうそう、袋に入って、これなんですね、ちょっとでかかったら1万100円とか売ってる、わおすごいマジで、またまたとか買ってる人ね、こんなんやってますもんね、すごい、他の魚もいいんやね、これめっちゃ、いいですね、うわめっちゃ面白いなこれ、
え、植物に変わってませんもうこれ。すごい面白い、ありがとうございます。これがすごいわ、これマジで。これはちょっとうちの道場でもやりたいな。はい、これやからね皆さん、あの丈夫フィルターやからね皆さん、これ。上にも生えて下にも生えてってすげえやつやねこれ。つるいうかね、すげえ生命力というか、ジャングルやんもうこれ。全部行きましょうよ。パチパチ切ってたら根っこ先みたいに、いや、行けると思います。はい、まあ、これうちの嫁はん絶対好きや、いつもなんかコップに入れてやってますわ、いろんなやつ。これは面白いな。うわ面白、すげえ面白い、ありがとうございます。これインディコブルーやったっけね、これちょっとすごいですよ。これなんか皆さんなんか違いに気づきますかね。もう気づきましたかね。いつものインディコブルーとちょっと違うんです。さあ皆さん何が違うか分かりますか。葉っぱ出てきた。それ俺の。それ俺の葉っぱ。ちょうどいい。お前。猫アロワナシアラシ。さあ皆さんどうでしょうか。何かが違うでしょうか。もう分かりましたね。これ尻尾見てください。これ尻尾ホワイト、いや世間一般にはホワイトテールだから言ってる業者ありますけど、あフラッシュテールって。フラッシュテールね、上のヒレもちょっと違うんかな、色は。そうでもない、上の一番上のヒレもちょっと、あちょっと白っぽい青みが変わってね、すごいね。これがどこまで抜けるかでしょう。おお、いや面白、これ突然変異、突然変異ね、面白いな。ちょっとライトが赤やから、赤っぽくなるんですけど、インディゴブルーですね。下のヒレのとこもちょっと筋が入ってるのかな、これ。そうですね、これ変わってます。これ一回折れてます。あ、折れてるんですか。折れて再生してまだ色が乗ってるんですけど、なんかでもちょっとなんかすごいね、面白いねこれ。スタイルもいいでしょ。スタイルもいいです。はい、えら好きやねこれ。ちょうどいいじゃないですか。気になってしゃあないね。おー、やばっちゃうな。これは35センチぐらい。30、そんなもんですか。そんなもんやね、はい、もちろん販売してるんですよこれ。販売します。販売。手長、尻尾やばいねこれ、ほんまマジで。尻尾もやけど顔もかっこいいね、めっちゃいい。はいね、かっこいい。すごいな。これお高いんですか。お高いですよね。またこれは問い合わせください、はい、お高いらしいです皆さん。お高いのがお好きな方いますからねやっぱりね、お高いって言われたら買いたい人がいっぱい出てきますからね。お高いですって皆さん。これあかっこいいわやっぱり、でもほんまマジでね、うん、なんか全体的に全部大きいよ、ね、大きいですね。ね、綺麗長いです。ね、全部ね、はい、全体的にね、かっちょいねこれ。ないんですよ。おお、かっこいいぞこれ。これな、この尻尾とかな、すごい。おお。はい、ちっちゃ。え、人差し指サイズ、これ人差し指サイズやね。そんなもんでしょ。すげえ、ちっちゃ、かわいい、元気、めっちゃかわいい。これとなんかあのツイッターで見たらちっちゃくて特化って書いてましたけど、かわいいなこれ。チリレッド、これチリレッド、はい、チリレッド、これ特化ですよね。安い、ちっちゃいから特化、小さいから特化っていいんですかそれ。小さくていいんじゃないですかこれ、うわいいぞいいぞ、すげえ、あーすげえ、懐かしいなこんなんしたアロワナ、そうやってこう食ってたな、こうやってちっちゃい時ってみんな、うわこれ最高。この頃が楽しいね。
めっちゃ食うてる、めっちゃ食うてる。こんなんやったわ。うわうわ、すげえ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 、すごい食いがいいですやん。すぐ大きくなるんじゃないですか、これもね。ええ感じになるんじゃないですか、もう。めっちゃ元気じゃないですか。着状態も良くて、はい、1週間様子見てるんで。ああ、めっちゃ元気じゃないですか。これが5万円内なんですか。5キュッパーです。すごいな、これ。え、こんだけ元気やったらもう安心やね、これ。安心っすね。ねえ、めっちゃ元気じゃないですか。え、これ5キュッパーですよ、皆さん。ちょっと赤虫とかの方がいいっすね、はい、うん、あーはーはーはー。メダカあげると消化不良になっちゃうから。あ、そうなんですね。多分メダカも全然食うと思うんですけど、はいはいはい。まあ、赤虫でね。赤虫が一番ベスト。ベスト。わあ、めっちゃいいじゃないですか、これ。お安いね。59,800円はちょっと安いよ。シリレット。これ今日から販売ですか。昨日からです。昨日から。昨日登録が届いてる。あ、昨日ね、登録が。すごいな、これ。そそるな、皆さん。人差し指サイズ、元気抜群。めっちゃ小さいです。ほんまやね。ほんまちっちゃいね。あの子ちっちゃいね。かわいいかわいい。めっちゃほんまにちっちゃいね。この子小ぶりやね。かわいいな。これはみかんですか。これみかん。うちでなったやつ。作り物でしょ、これ。鏡餅の上に。ああ、絶対薄いプラスチックやん。鏡餅のね、上のあの道場のやつ、これ1年持ちましたよ。あ、そうなんですか。ずっと置いとったんですよ、実験で。子供らと1年間そのまま。おかしいでしょ、あれ。なんか多分さ、んやってますわ、多分、はい、やってますわ、はい、だって食えない食えない。全部すごいでしょ、1年間持ったんですよ、外置いとって。かわいいな、これ。いいぞ。ありがとうございました。これ次もうこれで終わりですかね、今日は。これとハイバック、高瀬金龍。ああ、高瀬金龍な。ああ、ハイバック金龍。これも安くなってたんじゃないですか。そうそう、これまだ値段ついてなかった。ちょっと待って、はい、取っていただいて。高瀬金龍ね。高瀬もね、ええやつやったらほんま化石金魚やからね。これ絶対そんな感じですよ、マジで。いつも思うんやけど、ここのあの境目が分からへんやつおるからね、皆さん。高瀬とね、化石金魚との差がね、なくなっちゃうやつがおるんですよ、はい。言うてる意味分かります。だって俺の化石金龍高瀬やったもん。私の化石金龍は高瀬金龍に負けてましたから。39,800円。これ、はい、39杯やって、皆さん。ほんまにね、負ける化石金おるからね。うちのがそうでした。ちょっと小さい、ね、あ、そっちもいるんですか。こっちにもいますよ。お前おるわ、奥の方におるわ。僕の方に何匹も10匹ぐらいあるんですか。2、4、10ですね。10ね。ちょっとここ見にくいですけど、皆さんね、はい、こっちの方が明るい。カパセイで上の方にも金あるもんね。もうこの時点ですでに私が立てた稼ぎ負けてますからね。騙されたのかな。行きましょう。これ皆さんね、サンキュッパーですか。サンキュッパー、いいですね、サンキュッパー。高瀬もいいですよ、皆さん。高瀬もね、はい、ええー、な、このサイズやっぱり買いたくなんねんな。ありがとうございました。